大家好，欢迎收听 Play HK 雅俊，继续开拆无双啊！上集就打完呢个顶上战争啦，好唔开心嘅一个桥段。之后草木开拆团秘密修炼咗两年，准备进入新世界，又嚟到呢个下波帝诸岛啦。不过我就想更正翻少少，上集真系有啲嘢讲错咗，就系霸王色其实都几多人有啊，最起码四王会有啦。同埋之后就系雷利帮路飞修炼嘅，不过霸王色就唔可以后天修炼翻嚟啦，系需要天生有呢个资质先至可以练到。因为我故事太长，有时太耐冇睇翻咧，真系会有啲嘢唔记得咗嘅。嗱，好啦，而家我哋进入新世界篇啦，再到集结草木一行人啦。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。哇，呢一关好难拣啊！我哋全部船员都齐集晒，咁我自己咧就梗系拣翻主角先啦。其他角色之后有机会再用。よし、やるか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で、一味は再会の時を迎えようとしていた。みんなもう来てるかな。早いとこ探して合流するか。エレファントガン。え、喂，唔系喎，已经有噶啦喎。エレファントガン。哦，拳头已经黑色有武装色噶啦喎。我仲以为要星际蓝先有添。ニコロビンの目撃情報があった。しがみつぶしに探せ。エレファントガン。ロケット。咁而家一开始咧，我哋就要揾咗阿罗宾出嚟先。你乌索普同人打紧，一阵我哋再去揾佢啦。嗱，乌索普我自己觉得啦，佢修炼完翻嚟咧系有男子气概咗啊，唔知系咪因为有执须咧？いい加減諦めてくれないかしら。あら、久しぶりね。罗宾都出现了，在前面望一望佢套新衫先。海軍がいるみたいね。増援を呼ばれる前にみんなを見つけましょう。喂，好多地方要去喎。嗱，索派喺上面啦。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。真系惨，鬼叫你生得咁得意咩？阿乌索普啊，点解你对住个咁嘅海军队长打咁辛苦嘅？如果换咗第二个 APC， 应该 KO 咗佢噶啦。助かったぜ、元
機だったか。好，搞掂，咁我哋就上去救埋阿索帕啦。どうやら海軍が辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。分岐喺最右边。仲間が集まったらすぐに出航できるようにサニー号の周りを安全にしといた方がいいな。見るがよい。女大王过来帮手啦。エレワンサー。二档。咦，咪住先，我呢个系咪二档嚟啊？点解咁样嘅？来てくれたのか。助かった。そなたとの関わりを知られてはとも思ったが、いてもたってもいられず。このようなものを置いたのは女子。男たちを排除する。夢と感動を乗せて生涯を排除した。あいつの名はアーマード。我的技能可以重新 set 咗，变咗咧用唔到三档啊。二人で共同作業。これはありがとう。けど結婚はしねえ。なあフランキー、ビーム出んのか、ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ、この体にはたくさんの機能があるんだ。メカ、ゴビにメカってついたぞ。其实我唔系好明点解分歧佢改劲咗之后咧，佢个美语都有啲唔同咗咯。あんたのお宝は私がいただくわ。海賊狩りのゾロ。やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってね。次から次と海軍が現れやがる。鬼叫你周围行咩？喂，南美走啦走啦。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって。海軍だらけになるわ。佢个六组头周围行，点可能冇人压错嘅啫？最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てブルック。引退されちゃ商売上がったりなんだよ。国上。呢个骨头而家已经变咗做名人噶啦。国上。骨头之王。ブルックが誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。哇，经理人你都带咗几多出仔过嚟喎？冇啦，而家佢唔唱啦，佢跟我哋走啦。我都未见到经理人会做到咁样。助け出し感謝しますよ。お久しぶりですね。我团员应该执得七七八八噶咯，仲有边一个未嚟啊？哎，三次都嚟啦，最惨系佢俾啲人妖围住咗两年。この島には本物のレディーが生息してる。I need lady。咦，唔系喎，佢喺上面，喺上边。罗宾，主啊！不过佢练到只恶魔风脚咁劲，都系靠啲人妖嘅啫。あれは三時か？サニー号には向かってるみてえだが、様子がおかしいぞ。喺咁嘅环境下两年，我觉得佢唔中途转机都好好彩噶啦。麦わらの一味、未だ捕獲できません。二年前とは比べ物にならない強さです。当然だ。奴らを舐めすぎてねえか。とにかく、ワイが行くまで耐えろ。なんと懐かしい皆様。ではナミさん、二年ぶりに。パンツ見せてもらってよろしいでしょうか。2年前も見せたことないわよ。まだ从来都冇俾你见过，做乜要俾你睇啊？真系啊！哎呀，分得咁散好麻烦喎。我原本谂住咧可以将佢执埋一齐之后咧出个大技啊 ，KO 佢哋啊嘛。嗱，好似咁样。路飞因为识得用武装式咧，所以用完三档之后就唔会变细粒仔咯。なんだ、意外に近いじゃねえか。ゾロ一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。何よ嘘って。
ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、悪いが俺はおめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ、そんな戦士に俺はなったのさ。よっ、いた、いた。おい、みんな集まってるか。久しぶりじゃねえか、見違えたな。あお、呢一关咧，我哋系不停咁执人翻嚟嘅啦。其实咧，中途系冇乜战斗，系咁打出仔啦。全員揃ったようだな。それでサニー号に乗り込め。喂，唔系喎，有好多增援出现喎，佢哋。最重要就系中间嗰个，杀咗佢先。重ねぞ麦わらの一味。我は麦わらを追う。お前らは全員港へ向かって。出航を阻止しろ。阻我哋出航凭你。首先爆气。レッドホーク。哇！ロケット。哇！咁快唔见咗啊！仲有只，仲有只。あの兵器。戰桃丸系嘛？さっさと大将倒さねえと船を出せねえな。ゴムゴムの。ギガントジェットシェル。攻撃準備完了。你死！レッドユーフォー。哎呀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 ！转转过龙，转过龙，唔紧要，太多两下嘢啦。2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。ロジャー、どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーすげー、フランキーかっこいい。おーい、うわ、みんな、おーい。またみんな揃った。出航か、ナミ。ええ、どうぞ船長。ほんじゃ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。正式进入了新世界之后，第一个地点就已经来到多雷斯罗萨了。2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち、麦わらの一味、魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は、発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で、謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、金右衛門と名乗る和の国の侍だった。
拙者この島に息子を助けに来た桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち、その途中桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカータシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒、彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらやと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いた藤虎はローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。哇，就咁睇个故事推进都几快、哦，就咁讲下古仔就已经嚟到呢度嘅喂。嗱，上一章我用完路飞啦，咁不如今次就用分歧啦，好唔好？よっしゃ、決めるぜ。おい、ルイ、あれ。あ、なんだ？レベッカ、冷静になれ。早まった真似をするな。やだよ。私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人、お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。いやいやいや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場、いえ全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。
ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った？嗱，穿晒煲啦，摆到明就知嘅。啊，それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。你睇佢啲反应咧，完全就系知道，但系又唔讲得俾人知嗰种咯。嗱，其实呢个士兵都有啲特别身世噶，唔知一阵会唔会讲翻啦？睇下芬奇有啲咩技能先。第一招就系强力雨头光速。第二招就是应该叫芬奇将军啦，系嘛？哎呀，好辛苦啊！真系我系咁望住啲台湾译名啦，但系要谂翻究竟香港译名系啲乜鬼嘢。跟住弗朗基碎击就系实力爆发嚟嘅，咁我已经将佢升到 level 3噶啦。最后呢招又系叫弗朗基爆发。厄介なことになった。表情の話は後だ。哇，试一试啲招先，我好正。目前の敵を倒そう。我其实可以飞出嚟啊。その間にか周囲を包囲されておる。哇，仲可以放电，正。嗱，波士好似几好用喎。嗱，个雨头就可以放 laser 嘅。360ポンド砲。フランキー肉弾ライト。ふっ。先輩。さっき話してたやつ。おいおいおい、弾度咁高嘅話。娘さんのようなものだ。誰もいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ平気な分だな。好，跟住到呢边揾队长啦。求其揾啲招放下先，因为我已经而家自己转个名啦，系。又见到一堆，今次冇呢个炸弹就好啲啦。试下个雨头系点嘅先，可以召唤啲人噶。咁啊，咁将军系点啊？哇，正啊！我可唔可以变身完之后继续用噶？一体の敵を怒らず倒したようで。哎呀，佢跌完落地下之后就走啦，唔开心。工場について教えてくれよ。どこにあるの？確かに工場は存在する。だが、私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。フランキーロケットランチャー、フードパン。哇，哥多利亚打杂出嗱，我试埋我爆发其他系点嘅先，戴翻副眼镜嚟打嘅系。再嚟个分歧爆发。喂，お前，工場の場所を教えろ。いや、俺は何も知らねえ。知りたきゃ上官にでも聞くんだな。殺されてえのか。你啱晒顺路，原来系要过嚟呢边。嗱，整个雨头俾你叹下，但好近啊，佢啲光线。何するとこなんだ。剣闘士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝利、日常茶飯事。殺し合いが日常だと。ドレスローザ、まこと恐ろしい国でござるな。去那边望下先。呢边应该有啲嘢噶，打飞全龙兵噶。俺が知ってるのは。殺し山の近くにあるってことだけだ。但系全领兵去边度啊？哇，好远啊！见到啦，前面嗰只就全领兵啦。啊！そうだ。今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。メラメラの実が。到底本物なのかそれ？どちらにせよ、殺し山に向かおう。そこで真実が判明するだろう。仲有几个海贼队长啊，全部清埋佢啦！一定するだろう。ドレスローザ、これは全部民語と工場の成果。昔は本当に幸せないい国だったんだ。10年前、ドフラミンゴに乗っ取られるまでは。だが。そんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。
哇路飞呢度打得好激烈咁吓，我嚟帮手。我呢个分歧咧，佢就咁用啲连技都已经好劲啦，即系就咁正方加三个人去打咧，已经够劲多。反而佢啲技能出呢上嚟冇咁正咯，我都系。喂，工場はどこにあるのか教えろ。コロシアムの地下にあると、そう聞いたことがある。ファイヤーボール。ランキングキャノン。これで情報集まったら、諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。佢地下竞技场啦，佢喺边啦？诶，顺路喺呢边啫。情報を嗅ぎ回る不定の輩だめ。ドフィーにあだ出す者は何人たりとも許さねえ。ランキーファイヤーボール。走开先，喺呢个背脊度嚼你。爆发，好似劲嘢出嚟啦！你话佢去咗边啊？お前の攻撃、俺には効かん。知るか、石だろうと岩だろうとぶっ飛ばしてやる。うん、思ったよりもやるようだ。ドフィーに知らせる必要があるな。これでようやく工場に迎えるな。かな。あ、でもその前に、俺欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。因为恶魔果实嘅持有者如果死咗嘅话啦，佢就会重新出现嘅，所以呢个火焰果实先至会被人揾到出嚟嘅啫。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。路飞佢变装完之后系劲好笑咯。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。黐线，戴个头盔似执数，个名仲系同自己本名系差唔多啊。变完装我哋就要入去斗技场，为嘅就系要抢翻呢个火焰果实，仲会喺斗技场识到个靓女添。咁我哋今集玩到嚟呢度先，下集继续。多谢各位收睇 ，thank you， 拜拜。